こんばんは。あら。あら、かわいい。こんばんは。始まりましたね。始まりましたね。ねえ、皆さん集まってきてくれてるところかな。あ、すごい。もう500人近い方が。あ、超えました。すごい。どんどん増えていきます。すごい。ありがとう。いや、お忙しいだろうに。ねらいさちゃん。はい。今日は何してたんですか？今日ですか？うん、今日は午前は暇だったので、ちょっと締め切りがギリギリのやつとかを急いでやりました。あらら、終わってないですけど。まだ。そうなんですね。じゃあ帰ったらまたやんなきゃいけないわけですね。皆さんはどうですか？お家でね、どんなことして、うん、しながら見てくれてるんですかね。どこだろうか。ねえ、お家かな。もう800人近いな。すごいですよ。お待たせしました。ねえ、衣装今日も可愛いですね。今日はすごいですよね。なんかすごく華やかというか、うん、ですが、なんか華やかだけどそんなに仰々しくないというか、うんうんうん、さっぱりしてる感じが個人的にはしてるんですけど ね。どうでしょうか。これ下はパンツなんですもんね。ズボンです。どうやってお見せすればいいんだろうね。 あら、セクシー。そっちのカメラあったじゃん。ズボンです。いや、かわいいです。今日はあれですか、時計と合わせて衣装選んだんですか。はい、そうです。これすごくて、うん、時計がこういう色味わかるかな、こっちかな、時計のこの色味、なんていうの、シャンパンっていうんですかね、うんうん、に合わせて、アクセサリーもシルバーだけじゃなくてシルバーとゴールド、指輪もシルバーとゴールドで、ピアスもね、実はこっちが私よく見えないけど、どっちかがどっちかになって、うん、大丈夫。ちょっとそういうなんかどっちでもいいんじゃないっていうようなメッセージを込めて見てます。シルバーとゴールド両方、うん、ね、どっちをつけたっていいんじゃないかっていうことで。なるほど、とっても衣装にもぴったりですが、はい、さあ皆さん、セイコールキアのインスタライブ始めていきます。よろしくお願いします。お願いします。ね、今回、はい、まずですね、視聴者の皆さんからエライザちゃんへ質問がたくさん来てまして、はい、質問コーナー行きたいと思います。はい、頑張ります。はい、なんかね、ライブ配信用に事前にエライザちゃんへの質問募集したんですけど、うん、なんと300件以上集まったみたいですよ。あら、まあありがとうございます。そんないや、聞きたいことがねたくさんあるってことですよ、うん、なかなか答える機会もないですもんね。あ、そうですか。そうなんです。なんか配信もすごい緊張しちゃってなかなかできなくて、でもこうやってみんなと声場で会えるのは嬉しいな。うんうん、ね、300以上来たので、まあ、ちょっとそれを全部ね紹介するのは無理かなと思うんですけれども、うん、どんどん行きたいと思います。お願いします。はい、まずはですね、私も結構気になってたこの質問からです。なぜ髪を短く切ったんですか。とっても似合ってます。私も切りたくなっちゃいました。これ結構多かったですよ。あ、そっか、うん、髪の毛気になりますよね。ね、まあ、なんかいろいろあれがなんですけど、それは置いといて、その元々本当にずっと切りたかったっていうのもあって、うん、本当にこのお仕事を始めてデビューして多分13年ぐらい経つと思うんですけど、うんうん、ショートにはずっとしてみたくて、はい、ただこうお洋服を選ぶのかなっていうイメージがあったのでショートにすることがなかったんですけど、うん、念願かなってショートにして、しかも全然洋服選ばないです。あ、え、どんな風に変わりました？その前の髪型から。前の髪型の時はこういう花柄とかを着ると女性っぽくなりすぎて、なんかあんまりこうちゃんと女性っぽくしちゃうと次は喋りづらかったりとかするじゃないですか、うんうんうん、それがなくなって逆に甘い服とかを着れるようになったし、うん、なんかすごいここら辺が出てるので、はい、姿勢をちゃんと正すようになりました。首がね全部出てますからね。首が出てるんでなんかあんまりこうやって座んなくなりましたね、うん、あー、すっごい似合ってますが、でもやっぱり、うん、
何度か変えたいな、イメチェンしたいなって時はあったんですか？イメチェン、自分の意思で髪を切ったことがそもそもそんなになくて、はい、ただ役に合わせていろんな髪型をさせてもらうことが多かったので、うん、なんか徐々にロングからウルフになって、ウルフからボブになってボブからショートになったっていう感じですかね。短くね、はい、だんだんショートカットだとどんどん短くなっていくって言いますからね。なってきますね、うん、次会う時こんぐらいかもしれないそれはそれで似合いそうなのがすごいなんでね、仕事、それはさすがに仕事選びそうですけどね。でもちなみに、はい、ごめんなさい、イメージって今回どうやって伝えたんですか？はい、イメージは、まあ、その毛質に合ったものとか、やっぱりこういろんな画像とか見たんですよ、ショートカットの、うんうん、そうするとアンニュイなショートにもすごい憧れるんですけど、うん、あのなんていうんですか、毛量少なめな透け感のある、でもそれは自分の毛質には合わないなと思ったし、自分の性格にも合わないなと思ったので、なるべくこう自分らしいというか、自分が生活してて無理にセットしなくてもなんか自信を持っていられるような髪型というか、うん、だからなんかあんまりこう変わったことはせずにまっすぐ切ってもらってる、ボブの時に近いですね。ここちょっとつむじがあってピョンとなりやすいんですけど、あ、そこにつむじがある、ここになんかつむじがある、変わったところに、はい、いやー似合ってます、ありがとうございます、ね、そしてあの次の質問も、うん、これは髪型に関してなんですけどショートにして何か変わったこととかありますか？変わったことは、人見知りがすごく軽くなったっていうんですかね。前はなんかこう自分を初対面の人にどう伝えればいいか分からなかったんですよね、うんうん、なんかどこから自分を紹介すればいいんだろうとかって思ってたんですけど、もうこの見た目がすごく自分を表してくれてる気がするので、そういうことも考えなくなりました。もうおはようございますとかこんにちはってすぐ行けるようになったんじゃないかなと思います。性格に合ってるってことなんですかね、うん、だから自分の身なりというか、ちゃんとするっていう意味だけじゃなくて、なんか自分の髪型とか洋服とかってすごく自分にパワーを与えてくれてるんだなっていうのをすごく痛感しました。さっきね、ちょっとあの服選びも変わったっていう風に言ってましたけど、なんか具体的にアクセとかどんな感じに変わっていきました？アクセも、うん、今まではつける機会があまりなかったんですけど、ショートカットにしてから少しずつ自分でこう一個一個選んで買うようになりました。あ、うん、そうなんだ。それも変化。もともとちっちゃいピアスは好きなんですけど、うん、なんかたまに大きいものをつけたり、こうショートの間から見えるようにしてみたりとか、うん、あとこうショートにしたことによってこうデコルテが開いてる服を選ぶようになったので、うん、あのネックレスをつけるようになりました。お、確かに楽しいです。うん、ショートにするとね、またちょっと違う自分が見えてくる感じもすると思うんですが、うんうん、あの腕時計に合わせるコーデ、好きなコーデありますか？今日で言うとポイントとしてはこの文字盤のところがブラックなので、うんうん、洋服も華やかなんだけれども土台となっている黒は落ち着いた黒い色、黒とネイビーの間ぐらいかな、ブラックにしてちょっとこうギュッと締まった印象になるようにしてみました。ただこれマニッシュな服にももちろん合いますし、シンプルな服にも合うんだけれども、なんか今日はなんかいろんな人に私も使ってみたいなと思ってもらえるといいなと思って、こういう女の子らしい格好にしてみました。いいですね、うん、大人ですね、なんかね、大人ですね、でも遊び心があってすごく、うん、私は好きですね。かっこいいです、はい、そしてもう一つ質問来てました、はい、えらちゃんは時計を選ぶときにどこを一番最初に見て選びますか？あー、時計は、割とあっちもこっちも欲しくなっちゃうタイプだと思いますあ、ただ、自分を表すものだと思いますし、うんうん、時計って人が見る部分だと思うので、確かになんかそこでなんとなくこうその人のパーソナルな部分が見えたりするのかなと思うので、なんだろう、ちょっと遊び心があるものとかを選んで
こう気さくな風に思ってもらえるというか、かっちりしたものっていうよりかはなんか自分がつけててワクワクするし、人が見て何それかわいいって言ってもらえるようなこうアイディアがあるものが好きかなって思います。確かに、ちなみにエライザちゃんはあの誰か人の時計が気になって見ちゃったりってことはあるんですか？あ、人の時計でも結構見ちゃいますね。あのあすごくあのなんだろう、すごくこうスマートに働かれる方が、こうゴツッとした時計を意外とつけたりすると、かっこいいって思ったりとか、なんかそこにその人のなんでしょう、心の強さみたいなものを感じたりすると、キュンってなりますね。確かに時計ってちょっと性格とか出ますね。出ますね、出ると思います。そうですよね、だから今日の、ね、文字盤が黒くてっていうクールな感じも、落ち着いてるけど遊び心があってっていうのもすごいエライザちゃんにぴったりだと思います。本当ですか、ありがとうございます。そしてもう一つ来てました。エライザちゃんの一番幸せな時間は何ですか？これからもずっと大好きですという告白付きで。いやー嬉しい好きだよ一番幸せな時間か、割とあ、幸せ情報っていう言葉はないんですけど、幸せを感じやすいタイプだと思いますが、幸せなかなかこう今こうやって見てくれてる皆さんに会う機会が減ったから、最初はやっぱ寂しいなって思いも強かったんですけど、もちろんこういう機会なんか嫌ですね、100点な答え、なんかこうやってみんなに会えて幸せだよってなんかでも正直な気持ちだもんね。本当に本当にすごく幸せですし、食べてる時も幸せですし、特に最近は自分が何を買うかとかに思い入れを込めるようになったので、なんかそういった意味では自分が選んだものを身につけたりとかするのが楽しくなってきたかな。一番は何だろう、でも締め切り終わった時とかじゃあ今日はその締め切りというか、仕事を終えて、その時に幸せな時間が来るのかな、かなですかね。ペットたちが待ってるんで。そうですよね、エライザちゃんというとお家好きですもんねお家しかいないです ね、 ね、最近もお家は充実してますか？お家はインテリアが好きなので、結構お休みの間にたくさん模様替えをしました。だからお家中ですね、そのもともと 1,2 週間家出ないというのは全然平気なんですけど、なんかすごく精神的に余裕があるので、お家のものにもこう目を向けるようになりましたね。それはすごい幸せ。最近何か増やしたものってありますか？最近はやっぱこうお花いただくことが多いので、それで花瓶をたくさん毎回買っちゃうんですよ。で、そうするとどん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 花瓶が増えていくので、なんか玄関入ると入り口がなんかもうなんか壺屋さんみたいな骨董品専門店みたいになってきちゃってて、売れるくらいそうなんか商品棚みたいになってきちゃって、それがちょっとどうしようかなって思ってるとこですね。じゃあ結構お花にあふれてるんですね。お花にあふれ、 CM があった後はお花にあふれてますし、ちょっとスーパーの帰りとかに、あの仲良くしてくださってるご夫婦でやってる花屋さんとかがあって、そこにこうヤッホーっつってなんかおすすめを見繕っていただいたりとか、っていうのをやってますね。うち中です。うち中ですね、いいですね。まだまだね、たくさん質問は来ているんですが、一旦ここまでにして、ライブの後半でももう一回エライザちゃんには答えてもらおうと思いますので。了解です。質問くれた皆さんありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫かな、大丈夫かなさあでは、続いてお待ちかねのメインコーナー行きたいと思います。そうです、セイコールキアアイコレクションのね、特別ロゴを今回エライザちゃんが監修したんですもんね。これはどんなロゴを作ったんですか？はい、ルキアのそのコンセプトが、コンセプトというか、今を生きていく私の相棒っ
っていうのがすごく大事なテーマになってるんですけれども、うん、本当その言葉通り皆さんの相棒としてこうルキアが皆さんを応援するような、はい、今を生きていく方々を応援してくれるような存在であったらいいなっていう願いを込めて今回ロゴを監修させていただきました。うん、ね、今起きる女性たち応援していく気持ちがロゴにということで、うんうん、そのロゴ3パターンあるんですよね。はい、はい、じゃあ迷っちゃうぜ、一つ一つご紹介いただいて、はい、今日はですね、皆さんの投票でロゴを決定したいと思いますが、これは、はい、今日決定するわけではなくて配信後にですねストーリーズで投票を実施していきます。はい、なのでぜひ皆さん投票をよろしくお願いします。お願いします。はい、1日1回投票できるそうです。そうです。では早速ですがエラザちゃん、はい、考えてくれたロゴの紹介1番からいきましょうか。はい、じゃあまず1つ目です。ダラン、お、これはこちらです。まずじゃあコンセプトから聞きましょう。はい、コンセプトはまっすぐと芯のある美しいロゴです。うん、うん、このコンセプトにした理由としては揺らがずしなやかに自分らしくこう花を咲かせてるっていうイメージで、うん、ちょっと抽象的かもしれないですけれども、この花自体がこう架空の花であるというか、自分だけの、なんか歌詞がよぎりますが、自分だけのオンリーワンの花っていうような意味を込めて、こう花って言ってもこう華やかにあしらうのではなく、愛っていう文字のところの上にこうスッと一本凛々しく立ってるような、とても素敵な、うん、確かに、うん、潔いいですし、潔がいいです ね、 ね、このでも自分だけの架空の花っていうのがいいですね。なんかそれぞれにね、うん、みんな持ってるよねっていうのが伝わってきます。はい、それぞれ好きな名前をつけていただいてというかすごくデザインも可愛いですよね。そう、おしゃれなんですよ、うん、これね。さあ、そしてこのロゴにですね、皆さんからコメントが届いてるということで、はい、そうなんです。すっごい量のコメントが来てるんですけれども、はい、もう選ぶの大変だと思うんですが、いくつか読んでもらってもいいですか。もちろんです。すごい嬉しいな。私ファンのこのアカウントとか結構覚えてるんで、わかりますよ何人か。本当に、はい、あ、やっぱり恥ずかしい、私が読むのもなんですが、一輪の花が堂々としていてエラちゃんみたいというコメントが来ています。いいですね、ありがとうございます。いいですね、すいません、どんどんください。どれも温かみがあって好きなんですが、そう、このね、投票した時に3パターン見ていただいたんですけど、はい、特に1がラフにおしゃれで一番気に入りましたっていうコメントなど、うん、女性らしさを感じるとか、ステッカーとして欲しいって言ってくださってる方、分かる、確かに確かにね、ちょっとなんか PC とかに貼ってあったらおしゃれですよね。うん、嬉しいな。1番紹介してもらいましたが、はい、した、じゃあ続いてのロゴ紹介お願いします。はい、お次はですね、はい、これはどんなコンセプトですか。これはですね、すごくスマートかつシンプルなロゴになっています。うん、このコンセプトにした理由は、そのスマートとかシンプルっていうのは大人っぽいだけじゃなくって、いろんな人の生活に馴染むっていう意味もあるのかなと思っていて、このシンプルさがアイコレクションのコンセプトにぴったりなんじゃないかなと思って、はい、今回このロゴもパターン2として提案してみました。うん、で確かにシンプル、そう、この、はい、チョンなんだって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、このチョンは時計のここですね。あ、リューズの部分がここに描かれていて、これがだからアイコレクションのこれが実は時計だよっていうので、そんな遊び心が実はあるシンプルなロゴですね。ねえ、わあ、これもいいですね。いいですね、可愛いですね、おしゃれです。こちらにもコメントが来てるんですよね。はい、来てます。はい、いただきます。うん、やっぱり皆さん2がシンプルで可愛いとか、
時計のシルエットっぽくていいと思いますとか、うん、なんか照れくさくて読めないのシンプルで可愛いっていうコメントをたくさんいただいています。はい、本当に照れてますね今ね。ちょっと恥ずかしい、なんか洗練されたデザインがエラちゃんにもぴったりですっていうようなコメントをいただいて、すいません、ます、ね、皆さんにもきっと合うと思いますよ、どれも。はい、すごくこちらも反応がいいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあこちらが2番目のロゴですけれども、最後3つ目いきましょうか。いきます。はい、ご紹介お願いします。でで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 でん、あ、お、大丈夫です。大丈夫かな。大丈夫です。はい、こちらです。3つ目、はい、こちらのコンセプトは何でしょう。これはですね、星をモチーフにしたファンタジーなロゴとなっています。確かに、はい、うん、なんかこうお星様なんだけれども、こうキラキラした印象っていうよりかはとても洗練されていて、でもかつなんかこうタロット占いのタロットカードみたいにちょっとドキドキするような星になっているんじゃないかなと思って、うん、その何でしょう、すごくそれがアイコレクションにぴったりというかちょうどいいんじゃないかなっていう感じがしてます。うーん、はい、すごい世界観が伝わってきますよね。うん、で、ね、ここの形が、次はここが時計のようになっているっていう、うんうんうん、そんなアイディアもあしらわれていて。なるほど、はい、確かに一目見て時計のロゴって分かりやすいかも。うん、うん、なんかこう華やかすぎないけれどもパッと気持ちが明るくなるようなデザインなんじゃないかなと思います。そうですね、うん、これも結構コメント来てるんですよね。そうなんです。コメントちょっと読んでもらおうかな。はい、うん、やっぱり時計っぽさがありいいと思いますとか、はい、3番がおしゃれでとっても好きです、うん、あーどれも可愛いけど強いて言うなら3かな、シンプルだけどキラキラしてて可愛いっていうの、目ん玉がハートになってる絵文字とか、あ、まあ、枠が丸くて時計みたいでシンプルに可愛いですって言ったようなコメントをいただきました、うんうん、おー、こちらもこう反応ですけれども、これきっと今ね、はい、コメントくれた方も見てるんじゃないですか、うん、見てるかな、ね、さあ3つロゴが出揃ったんですが、はい、エライザちゃん、もう一度全部のロゴを見せてもらってもいいですか。はい、お任せあれ。手が忙しくなっちゃいそうだけど、あわ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 これかな、これ違う、もうどのテロップ出せば、これそれで大丈夫です。これですか。はい、こちらですこちらです、はい、1、2、3番、これがロゴの候補です。3番、はい、この3つのロゴの中からですね、皆さんの投票で1つを選びたいと思います。1つなんですよ、いいなと思ったロゴに投票をお願いしたいんですが、投票はこの後このアカウントのストーリーズで3日間行っていきますので、うん、お見逃しのないようにお願いします。これさっきエライザちゃんが言ってくれたように毎日投票ができるってことなんでね、はい、よろしくお願いします。お願いします。いやー、これでも全部採用したいぐらいいいですね。ねー、なんか日替わりとかで本当はでも一個一個こういろんなメッセージ性があるので、うん、今の自分に合うなっていうものをぜひ選んでみて、皆さんのその投票結果すごく興味がありますので、うん、確かにすごく楽しみにしてます。はい、でちなみになんですが、このロゴが今年の秋冬限定でルキアのいろんなアイテムに使われて、しかも噂によると秋冬のノベルティにも使われるらしいです。ほう、何のだろう、ね、気になります。そうですよね、ワクワクしちゃう。もうだからいろんなところでこのロゴが見られるようになるってことですね。すごいな、恐縮です。どれが、ね、何だろうかですよね。さあ詳しい情報はルキアの公式インスタで随時発表されるみたいなんで、はい、皆さんもルキアのインスタチェックしてください。はい、はい、見てね。では後半の質問コーナーに行っちゃいましょうか。はい、はい、いっぱい来てるのでなるべくたくさん聞かせてもらいたいと思いますが、はい、まずは後半こちらです。最近ハマっていることは何ですか。最近ハマっていることは
まあ、もっぱらペット関連だと思うんですけど小鳥たちと遊んだりとかやっぱりですかね。やっぱりみんな可愛いですか。そうですね、可愛いです。あとうちの弟が20歳になったので、なんかハマってることじゃないんですけど、はい、なんかどうやらお酒をお姉ちゃんと飲んでみたいって言ってて、なんかそれもちょっと楽しみだなと思って考えてることとしてありますね。そうですか、うん、あれですよね、身長が190センチくらいある。そうそう、すごい身長の高い私家族で一番ちっちゃいんです。家族が全員大きいので。エライザちゃんも結構大きいじゃないですか。そうです、私も170くらいある。へー、ちっちゃい。そうなんです。じゃあ近々弟さんとお酒をね、ね、なんか出れちゃいますよね。ね、飲めたらいいですよね。ずっと考えてます。さあ続いて、こんな質問来てましたよ。何をしている時がテンション高いですか。うん、今ですね。今一日のグラフで言うと、こうやってみんなと話してる時が、はい、すごくテンションが高いと思います。なんか多分すごく内弁慶なので、なんか家族とか友達とかと話してる時と、うん、なんか自分を応援してくれてる子たちと話す時が一番ヘラヘラしてると思います。なので、はい、何と人と話してる時が一番テンション高いですかね。あ、なんかいつも落ち着いてすごく大人っぽい印象なんでわーってイエーイってなることってありますか。そんなのもうイメージですよ。本当全然もう家ででんぐり返しばっかしてますよ。どんな生活でんぐり返し。なんか表に出るときにすっごい緊張する癖があって、いまだにもうマイク持つ手が震えちゃうぐらい緊張するので、それでこうスンってしてることが多いんですけど、うんうん、全然もう、ま、全くないです。その大人っぽいとかしっかりしてるっていうのは本当ないです。じゃあ家ではでんぐり返しをするという。家ではでんぐり返ししてゲームして遊んでます。はい、いい情報いただきました。ありがとうございます。本当に申し訳ない。さあそして、継続ができるようになりたいんですが、何かコツはないですかという質問も来てましたね。お、コツですね。私は継続大好きです、うん、継続と、我慢することも大好きなので。我慢することも。はい、例えばじゃあ漫画の最終巻が出たとしても、うん、アニメで配信されるまで見ないとか。おー、ストイック。1年半とか待ったりとかしますね。逆に1年半待つとどんなタイミングで今だって思うんですか。その配信された時もそうですし、うん、配信されてからまたさらに我慢する時もあります。もうそれをモチベーションに仕事を頑張るので、あと1ヶ月はちょっと忙しいからそれ頑張って見よう。だからネタバレとかは本当見ないようにしたりとか、継続もそうなんですけど、なんか毎日同じことをするのがすごく好きで、参考にならないかもしれないですけど、うん、高校生の時にかけうどんを3ヶ月チャレンジをしたんです、食堂で。でそうするとなんか食堂のおばちゃんとかが、はい、もっと食べなって言ってこうこっそり肉入れてくれたりとかしてくれて、継続するってなんかいいこといっぱいあるなと思って。あ、覚えててくれるんだ。なんか全く参考にならないですね。いいえ、今までで一番長く続いたことって何ですか。一番長く続いたことは日記とかですかね。日記はずっと書いてますし、なんか寝る前にこう一個調べ物をするとか、でもその分続かないものもたくさんあって、なんか一日一回床を拭こうとかって決めたんですけど、無理でした。それは忙しい時は難しそうですよね。無理な時は無理なんだと思います。向き不向きはあって、ただその耐えた先というか無理だと思った先に自分が叶えたいものがあるんだったら、それは絶対自分の自信につながるものだから、はい、継続すべきだと思うけれども、それがストレスになるんだったら別に不定期でそこに対する意欲を増す作業をした方がいいと思う、なんかそんなに毎日やんなくてもいいけどそれのことが好きになるような、なんか情報収集はしとこうかなとか、っていうのを
するのが先なのかもって思います。いや、すごいいいアドバイスじゃないですか、それ。頑張った、ひねり出した、いやいやいや、ありがとうございますはい、そしてこんな質問来てました。もし時間が無限に与えられたら何を一番やりたいですか。無限ですからね。無限ですか。無限か。無限にやりたいこと、無限に、無限が想像つかないですね。確かにね。無限、時間たっぷりあるよ、何にも何でもやっていいよって言われたら、きっと飽きると思いますきっと無限に飽きて、うわーなんかして遊びたい、砂場行きたいとかってなってるかもしれない。あどうだろう。ただでも家族とかと一緒にいないと一人じゃ寂しいかな。なんかそういう、どういうフィールドでかによるよね。そうですね。でも結構やりたいなと思ったことは、すごくエライザさんやれてるんじゃないですか。だからそうです ね、 ね、やりたい、だから自分主導で始めたことって意外と少なくて、ただすごく周りにいろんなクリエイティブな人たちがいて、一緒にこういろんな作業させてもらうことが多いので、なんかそういう一個って限らずに、無限にこういろんなことをみんなでこう作ったりとかするのはできるかも、新しいことを無限にやり続けるっていうのだったらできるかなと思うけど、どうだろうか。確かにね、監督業とか新しいことにもチャレンジ、みんなでものづくりしてるってことですもんね。そうですね、一人でやってることはないです。ありがとうございます。そして、これなら日本一ということを教えてくださいこれなら、日本、やっぱ我慢ですかね我慢が、いや好きなガールズグループのドキュメンタリーを1年ぐらい我慢して最近見たんですよ、絶対泣いちゃうなと思って感動して、もう次の日仕事できないぐらい泣きましたね。なのでなんかそういう楽しみを取っておくのは一番だと思います。わあ、やっぱりすぐ見ちゃうよりも少し溜めてみた方が、なんだろう、感動もひとしおなんですかね。ですし多分自分のモチベーションを上げるのがうまいんだと思います。そっか。あ、でもそれモチベーションの上げ方として一個覚えておくといいかもしれませんね。いや本当にそうです。ね、その日の終わりにちゃんと一区切り作るとか、すごい大事かもって最近思います。なんかなんとなく仕事してまた寝て起きたらまた仕事じゃなくて、今日超頑張った、マジで偉い、よしあれに向けて頑張ろうみたいなの一個こう寝る前に作ってでから次の日を迎えると割と幸福度が高いかなっていう感じがします。すごい自分上手ですね。なんか自分の ね、上げる方法知ってるって、いつも元気ですね。ですね。いや、たくさん質問いただいてありがとうございました。ありがとうございます。本当にすごい嬉しいです、まだまだ本当は聞きたいことがたくさんあったんですが、ここでですね、インスタライブをご覧の皆さんに嬉しいプレゼントキャンペーンのお知らせをしたいと思います。実はこの後今日のライブ配信を記念しましてスクショタイムがあるんですけれども、このルキアの公式アカウントをフォローしてもらった上で、皆さんがそのスクショで撮った写真だったりとか動画にですね、指定のタグをつけてぜひ、ご自身のストーリーズかフィードに上げてください。そうするとなんとですね、これすごいですよ、ルキアアイコレクションの SSVW193 とここでしか手に入らないエライザちゃんの直筆サイン入り限定フォトが当たる。これはすごい。お、エラちゃんありがとうございます両方見せてもらって、こうですね、すごいですねこれね、超贅沢だと思います。ですよね、まあ、私もこっそり参加したいと思います。お指定のタグ、メンション、今出てましたね。しかもこれすごいかっこいいんですよね。そうなのよ。そう、ちょっとすいませんね、寄せますよ。かっこいいのよ。細い線は細いんだけれども、くっと角があって素敵、なんかこう生きる強さみたいなものを手助けしてくれるようなデザイン、すごいかっこいいですよ ね、 ね、
あといろんな方、いろんなファッションに合いそうですよね。合うと思います、ね、なんかあの自分もさっきこっそりって言ったんですけど、私はこれ持ってるんですけれども、本当に合います。あの可愛いワンピースにも合いました、ヴィンテージにも合うし、なんか羽織、なんだろう、チェックの羽織とかそういうものにも合うし、選ばなかったです、うん、確かにあのヴィンテージとかね、合わせた時に、なかなかマッチする時計ってないですもんね。ちょっとこうくすんだものじゃないと難しいかなとか、なんか時計だけがキラキラしちゃって難しいかなと思うんですけれども、全然あのすごく馴染みがいいというか、ね、もう一度大事なのでお伝えしておきますと、はい、ルキアの公式アカウントをフォローした上で、ストーリーズかフィードにですね、タグ、指定のタグですね、こちら、あとメンションもつけてもらって応募をしてください。で、詳しい応募の条件についてはストーリーズにこの後アップしますので確認をお願いします、はい、お願いします。さあエライザちゃん、今から30秒間スクショタイムに行きたいと思いますよ、30秒。何にすればいいの、どうすればいいの、もうどうしましょうね、ま、時計もね、時計もね、しっかり見せてもらって、では行きます、スタート。どうすればいいだろうか、決まってますね。今最初に撮ったポーズがね、ピストルっていう。でもね、ちょっと前にあの役で女優さんでピストルが好きっていう役やってましたからね。やりましたね。ね。かわいい。かわいいです。ちょっと不思議なポーズになっちゃう。あと5秒です。4、3、2、1。かわいい。終了です。可愛すぎて今終了を言い忘れるところでした。めちゃめちゃ汗かいたな。ありがとうございます。ありがとうございます。本当もう皆さん、あのたくさん投稿してくださいね。皆さん、いいお写真動画撮れたでしょうか。ぜひ投稿お願いします。お願いします。いやー、ライダちゃん、あっという間ですよ。もう終了のお時間がね、近づいてるんですが、今日どうでした、インスタライブ。なんかこうやって皆さんにお会いできたみたいで本当に嬉しかったですし、この後 SNS をチェックして皆さんのその投稿とか今日のインスタライブの感想とかを見るのがすごい楽しみです。そうですね、あと皆さんぜひ応募もしてもらいたいと思います。お願いします。はい、ということで、ね、投票もあのこの後3日間できますからね、毎日ぜひ投票、ロゴに投票をお願いします。継続してください。はい、ご覧いただいた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。そしてエライザちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。